何グズグズしとんのや。ごめんごめん。あれ父さんは先に行ってしもうたかな。冗談や。村の入り口で待っとる。脅かさないでくれよ。レオンがさっさと起きへんからや。ほれ急ぐで。うん。親父。おお、やっと来たか。ごめん父さん、ほんまに寝ぼすけなんやから。昨日の夜は緊張したってなかなか眠れなかったんだよ。ああ、そういえば二人とも王都へ行くのは初めてだったな。うん、早く見てみたいな。いつまで経っても子供みたいなやっちゃな。そういうラルフだってわざわざ新しい服買ってさ、人のこと言えないよ。だからレオンはお子様や言うんや。考えてもいい、俺ら花の都バースに行くんやね。当然都といえば綺麗な姉ちゃんが京さんおるに決まっとる。ナンパ？もうちょっとマシな言い方当てげへんのかいな。いつ運命の出会いが訪れるとも限らへんのやで。運命の出会いね。まあ世の中そう甘くはないさ。親父。父さん、明日オートで何があるの？そうだな、まあ歩きながら話そう。ている。こういう時のために小さい頃から鍛えてきたんだ。いつも教えていた通りにすれば楽勝の相手だ。よっしゃ、ここは俺が全部片付けたる。バカモン、敵が弱いからといって一人で突っ込み、結局大勢の敵に囲まれて死んだ奴だっているのだぞ。アルフ、ここはみんなで戦った方がいいよ。そうやな、無理はあかんな。